にちは、シンクと申します。はい、本日ですね、チラザードさんの新作でございます。新幹線0号車だっけ、0号か0号ですね。こちらやっていきたいなと思います。本日、3月23日に珍しく私シンクゲームできたんで、ルンルンでやっております。はい、よろしくお願いいたします。動画がこれいつ上がってるかちょっとわかりませんけれども、はい、なんだっけ、ここ冬ぐらいからかな、流行っております8番出口だったっけ。私ちょっとまだプレイができてないんですけども、前、異変があったら戻ってねっていうのを、0番出口から始まって8番出口を抜け切りましょうっていうゲームなんですよ。異変があったら戻ったら次のね、何番出口みたいな方に、変わっていくゲームのインスピレーションを得てできたっていうお話だったような気がするんだけど、なんかそんな感じのことをツイッターで書かれてたような気がするんですけど、こちらのね、新幹線0号やっていきたいなと思います。はい。ちょっとね、ゲームの、設定があるんで、一応いろいろ触ろうと思ったんですけども、マウス感度に至っても、音量に関しても、明るさに関しても、全然ちょっとここじゃわからなかったんで、ゲーム始まってから調整かけるかもしれませんが、ご理解ご了承よろしくお願いいたします。グラフィックは、ウルトラになっておりました。ってことでやっていきましょう。ゲームの最初から始めます。前の全部、前とかないんだよな。前とかないんだよな。今初めて触るんだよな。なんなら今回は。ん？あ、動いた。あ、結構動くね。結構動くね。こちら前方にこのエリアを異常ありません。はあ、わかりました。動かし方は、あ、ゆっくりだね。あ、結構不安不安する。あ、まあ、これぐらいだったら、これぐらいだったらいいですね。あ、何もないわ。怖い。開かないじゃん。あ、いた。明るっ！もうちょっと上げてもいいかな。あ、これぐらいだったらまだ。まあ、どの道ペレペレペレは変わらんな。ペレペレペレは諦めましょう。でもなんか、これぐらいの画質の方が知らず散歩っぽくていいかも、私は。安心感。さてと、胸騒ぎ。え？お、びっくりしたー！怖い。ん？おー、出た！異常があれば引き返しください。はぁ、異常があれば。わからんけどな。てか、長、こんな長い。びっくりしたー。寝てらっしゃる。お客様もいらっしゃるんだね。分からん。怖い。次、東京駅です。ほうほう。家事代行サービス。どこから？こちら前方。このエリアは異常ありません。なるほど。D やな。あ、こことか見てないわ。寝てる。ここまで何もない？あ、上とかも見ないといけない？これもしかして。うわ、全然、こんなにさ、両方向大変。椅子！あ？あんなんあったっけ？え、さっきこんなのあったっけ？え？いたっけ？こんにちは。こんにちは。何してるの？何も知ってない。今ちょっと、はい、あれ、座るとこ探してます。またあったね。またあったね？お兄さんもゲームをしに来たの？ゲームは別にまだし、はい、してます。はい。僕めっちゃ楽しみ。そうなんや。お姉ちゃんが起きないから暇なんだ。なるほど。いくら待っても。うんうんうん。すっごく待っても起きないんだもん。うんうん。そうなんやね。眠たいんよ。寝かしておいてあげなよ。でもお兄さんがゲームしてくれるから、もう大丈夫。うんうん。ゲームのルールは知ってる？いや、
いや、ちょっと知らない。知らない。僕をからかおうとしてるね。知らないと思うから教えてあげる。ありがとう。ルールはとっても簡単だよ。はい。変わったことがあったら戻る。簡単でしょ？そうですね。ゲームを終わらせる方法？うん。それは、0号車まで行ってその先の運転室でブレーキをかけるだけ。ブレーキをかける？はい。トイレの車両は変わったことは起こらないからね。オッケー、わかった。もう一回説明する？大丈夫です。よかった。じゃあ後でまた会おうね。後でまた会おうね。はいはい。ここ何号車っていうか、ここ何号車なんやろ。ここは何もだからないやね。胸騒ぎ。D 何号車なんやろな、そもそもな。ここあ、いた。あ、いた。戻ろう。あ、いた。怖っ。すげえ、下出た。6号車。あれ？この人起きてる。起きてるやん。おはよう。5号車。5号車。寝てんな。怖い怖い。こんな一個一個ちょっと空っぽは空っぽやねんな。要はあれ、お姉さんだけや。もともとお姉さんだけなんか。それ男の子おったイメージないもんな。何も異変ないよな。あったかな。え、分からへん。あ、てかお兄さんやねんな。あ、お兄さんか。行ってみるか。ふぅドキドキする。へい。お、4号車。よかった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 。4号車、4号車に来たよ。何もない。電気消えてるとかそんなシンプルなことはないね。あ、あ、この人こんな首動いとったっけ。え、絶対動いてなかったと思ってんけどな。あれ違う、合ってたんやな。7号車からスタートやないかい。マジか。え、そんな首動いとった？嘘やん。いや、ちょっと動いてたわ。動いてるわ。めっちゃええ感じのクッションみたいになってっけど。あ、うん、そんなことないな、お兄さんね。くそ。さあ6号車ですよ。さあ今度は大丈夫ね。ここは大丈夫。にゃんこ。新幹線0号東京行きです。結構でもしっかり分かりやすい感じで出してくれるのはありがたい。あ、すげえすげえ。ちょっと立体みたいな感じでなった。ほんまに立体やったわ。すごー、
すごーめっちゃ、だってさこの辺ぐらいからなんか立体くねって思ったらほんまに立体やったな。よし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 、さあ行こう。5号車ですね。5号車行きです。これがさ、これさ、猫ミームとかやったら笑うのにな。猫ミームで違うの、はぁみたいな猫ちゃんとかやったら、まあ、ちょっと笑うんやけどな。そんなことはないな。さあ、今んとこだ。気のせいか。もともとこんな感じか。おるね、お姉さんね。え、なんか異変あった？異変あった？なんもないと思っていくぞ。嘘やん、何があったの？ちょっと待って、わからへん。何があった？うわ、絶対わからへん、今の。どこが異変？怖い。わかんねえ。56番や。よし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 。です。寝てるね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 。カバンタコに異常ないね。この人異常なしやね。 OK。 よしよし。マジで後ろ向いたらスタンドアップしてるとかある？マジ怖い怖い。寝てるふりとか怖いからやめてほしい。お姉さんは大丈夫よね。なんか異常あるかな。今んとこ何も異変はないと思っておるんやけど。信じていこう信じていこう。はい、5番。よし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 。はい、5番。後ろ、東京行きです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 。はい、特に何もないね今のところ。よし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 。今のところよー大丈夫。カバンの色変わりなし。靴履いてる。お姉さん寝てる。よし、はい、次行くよ。巻いて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 、キョロキョロしてキョロキョロして。誰かいるとかおらん？大丈夫大丈夫大丈夫。誰かおるとか誰かおるとか誰かご飯食べてるとかない？大丈夫。お姉さんのところも、お姉さんは寝てますね。歌詞変わりないですね。この辺も特に何も変わりないですね。どっか窓閉まってるとかないやんな。うわすげえ
な。せやんな。でも新幹線の椅子取っ払ったらこんな感じやねんな。これはびっくりした。すげえすげえ、これこれは斬新、これはいいわ、これめっちゃおもろい。お姉さんどうなってほんまやな、見に行こう。お姉さんどうなって、でもお兄さんめっちゃ身長高いな。あ、こんにちは、こんにちは。お姉さんどうなってんのやろ、見に行こうか。空気椅子やで、すげえすげえ、もたれ、あ、若干ね、うん、どうやろな、うーん、うとうとはしてはんな。でもなんかもたれかかってる感じでもすごいな、このお姉さん。だってさ、だってさ、足ちゃんとついてないねんで、これお姉さん、わかる？一本足、すごいなこの人。大道芸人やった方がええんちゃうかな。うん、大道芸人になった方が絶対いい、絶対儲かるで。しかもフラフラしてるしな、すごいな。さすがにこれはわかるな。めっちゃ見るやん、めんでって。そんな、そう、ヘリに座ってるならまだしもね。そう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 。これは面白い。さあ次は、次はどうなっ、おお、すげえ、おお、すげえ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 。これはわかるけど、これはすごいな。走ってる感ある、めっちゃ走ってる感ある。すごい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 。ちょっとしたエフェクトを追加してるだけなんやろうけど、これはおもろいな。ちょっとお外走ってる感あるよな、こういうのな、出ると。お姉さん、お姉さん、お姉さんチェックだけしょ、お姉さんチェック、お姉さんチェックね。こういう感じで寝てますね、お姉さんね。はい、行こう。そっか、こういう時に他のとこもうちょっと見た方がいいんか。せやんな、行かへんように気をつけよう、行かへんようにね。こういう35とか、こういうのが40とか20とかなってる可能性もあるもんな。さっきここお姉さんがもっこり出てたからね、もっこりお姉さん、もっこりお姉さんやったから。あとこいつももっこりするからね、これね、これで、さっき、まあ、スタンディングのお兄さんおったけど、この人起きてた時もあるから、起きてるパターンもあったから、あと何やろな、あと全然見られてない。もうさっきのやつが一番随一おもろかったな。あれが随一おもろかった。さあ行きましょう。はい、2号し、よし、あとちょっと。あとちょっとよ。あとちょっと、あとちょっと。行きです。あとちょっと。新幹線0号東京行き。はい、行きです。ありがとうございます。お兄さんを寝てる。お兄さん寝てる。チェック OK。お兄さん寝てる。チェック OK。一本ないとか、そんなやつないやんな。大丈夫やんな。お姉さん寝てね、お姉さん寝てる。こんな感じか。一本一本バー上がってるとか、まあ、でもなんか結構なんかこれやってる感じで、まとめてみたいなのが多いから、上がってたとしたらこれシャキーンってまとめて上がってんのかな、まとめてみたいな感じが多いよね。だからこのさ、これがこれがさ、バサーンって全部落ちてるとか、だからそんな感じのパターンかな。だから今んとこ何もないんやけどな、私の中では。上の電気がついてる消えてるわ、私さすがにわからんで見てないわな。あそこ、あそこの電気がついてる消えてるわ、さすがに見てないからわからんな。よし、 お姉さん、お姉さん側ね、お姉さん側ね、なんもないね。あそこ赤色とかじゃないやんな。いくよ、へい、いきます。1来い1来い1来い
1来た、よし1来た、1来た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 、新幹線0号ね、オッケー。で1来たよ、1来たよ。うん、これこんなピカピカしよったっけ、さっき。これさっきこんなピカピカしよったっけ。ほらピカピカしよるで。え、気のせい？ほら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 、わかる？わかるわかる？これ、この緑な、緑。え、ちょ、他も見よう。他も見よう。お兄さん寝てるね。扉開かへん。あ、そう、ここの扉も開くってあったな。扉開いてないね。他、なんか窓開いてるとか、そういうヘリなんかあるとか、ご飯置いてあるとかないよね。お姉さんね。え、絶対これピカピカしよってるって。わかる？ちょっとつ光が強い気がするね。これ、ほらほらほら、わかるかな？わかるかな？絶対、絶対ピカピカしてる。絶対ピカピカしてる。絶対ピカチュウ。絶対ピカチュウ。ほら、来てー！振り来てー！よっしゃー！よーし！よっしゃー！よっしゃー！さあ、ラスト。東京行きです。新幹線0号、東京行き。ほら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 、わかるかな？ピカピカしてない。あ、してるやんか。え、じゃあ何やったんや。私は何の異変を気づけてなかったんや。ピカピカしとるやないかい。じゃあ何やったやろ。なんか知らんけど当たってたみたい。え、何やろう、何が異変があったんかがわからへんや。絶対私そうやと思ったやつが違った。ラッキー、まさにラッキー、本当にな。何？あ、びっくりした。お兄さんか。お兄さんか。よかった。焦った。今一瞬、腕の後ろにもう一本腕あるんかと思った。怖いわ。ゾクッとした。え、違和感ないよな、今んとこ。今んとこ違和感ないよな。今んとこ私の中では違和感がないと思ってるんですけど、言いましょう。あ、これはあ、違う！運転室側。え、ちょっと待って。これ、運転室側って書いてるけど、これ、え、行っていいの？あれは違和感じゃないの？あ！ふぁ！本日は新幹線をご利用いただき誠にありがとうございます。ただいま当列車におきまして線路上での接触事故がありましたので、安全確認のためしばらく停車いたします。運転再開におきましては現在見通しが立っておりません。本日はお急ぎのところ誠にご迷惑をおかけいたします。 Attention please. We have stopped momentarily due to an injury. There is no plan for the train to stop at this moment. Please excuse the delay. うわ、なんか出てきた。ん？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 